2011-2012ISU グランプリシリーズは2011年にアメリカ、カナダ、中国、日本、フランス、ロシアで開催された一連のフィギュアスケート競技大会の総称2011から2012シーズンの ISU グランプリシリーズアメリカ、カナダ、中国、日本、フランス、ロシア各国開催の6大会及び決勝大会である ISU グランプリファイナルで構成される。国際スケート連盟が企画し、各国のフィギュアスケート競技統括団体が運営に当たった。前シーズンの国際競技会成績などにより、選抜された選手が出場し、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。グランプリファイナルは ISU ジュニアグランプリファイナルと同時開催された。スケートアメリカ、スケートカナダ。 中国杯、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会、エリック・ボンパール杯、ロス・テレコム杯の6大会については、前年度の世界選手権の上位者、ISU 世界ランキングや、シーズンベストスコアの上位選手などが、出場資格を獲得する。今シーズンより、男女シングルとアイスダンスにおいても、前年度の世界選手権の上位6名は3、大会まで出場することが可能になった。 スケートアメリカからロステレコムハイまでの6試合の順位に応じて選手に得点が与えられ合計得点上位6選手が決勝大会である ISU グランプリファイナルの出場資格を得る3大会に出場した選手については上位に大会の成績が用いられる複数の選手が同点で並んだ場合は最高順位の高い選手がさらに最高順位も同じだった場合は スコア合計の高い選手が出場資格を得る。上位6選手の中に自体者が出た場合は、獲得ポイント7以下の選手が繰り上がる。各大会の順位に応じて与えられる得点は以下の通り。男子シングル女子シングル ISU グランプリファイナルでは、浅田真央が母親の病気が急変したため欠場した。すでに公式練習が始まっている段階であり。 ISU は開幕までの時間がないとして、補欠選手の招集はせず、5人で争われた。ペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。ありがとうございます。